中国を牽制する狙いがあるとみられます。航空自衛隊によりますと、訓練には宮崎県の新田原基地の F-15 戦闘機4機や福岡県の築城基地の F-2 戦闘機4機が参加しました。一方、アメリカ軍からは海兵隊のステルス戦闘機2機や空軍の F-15 戦闘機4機などを投入したということです。とこうなっておりますが、これまず、これ、降りた空将なんかのご意見も聞きたいと言ってるんですけども、僕が見て、重要だと思うのはですね、このニュータワルの基地からも送ってるということなんですよ。何かっていうとですね、いざもうこのグダグダになった時に、沖縄のですね、この飛行場、全部潰される可能性あるわけですね。潰される可能性がある、潰される可能性があるわけです。アメリカ軍、中国軍のミサイルとか、ドローンによって、でその時にやっぱり沖縄の飛行場からこの出ていけない、自衛隊や米軍が、その時に次の拠点として考えられているのが、宮崎のニュータワルなんですよ。だから要するに沖縄にの飛行場が使えなくたって宮崎や福岡から出ていけるよという訓練をわざわざやってるんですよ。これ遠いんですよ。これ東シナ海まで行くのって宮崎から沖縄から行くならいいけど、これ遠いんですよ。遠いんだけどわざわざその宮崎とか福岡から飛ばしていくという形で、いや沖縄がね、もし空が飛行場ダメになったって、そこ他のところからだってどんどんやれるよということも訓練している。なるほどね。という意味で、このなんていうか、日米のですね、この戦闘訓練のレベルがどんどん実践的になってますよね。ものすごい実践的になってます。これ本当に。でこのニュータワルはですね、岩国のバックアップ基地でもあるんですよ。山口の、バックアップ基地でもあるので、これ。でニュータワルをものすごい今日宮崎の基地を強化して、でここに要するに燃料とか武器弾薬をやっていくということを今議論しているので、自衛隊としても、だここが要するに宮崎とかこの佐世保、岩国、この3つの中の、後輩基地として宮崎があるので。でそこをやっぱりこう強化しているし、実は宮崎のこの日向沖でですね、アメリカ海軍と、海上自衛隊と、海上保安庁がこの機雷のための訓練もやってるんです。機雷を日向などやってるんですよ、除去のための訓練、これは要するに台湾海峡とかに機雷とか撒かれた時の除去をしていくということの訓練も宮崎県沖でやってるんですよ。だからそういう形で、なんていうかこの実践的なこのもう日米でこの台湾とか沖縄尖閣有事のことを前提に具体的な実践訓練をどんどん今やってますよね。すごい勢いで。もうそれぐらいの今だから前線って大変な言い方ですけど、つまりその基地あたりは緊張感が高まってるわけですね。緊張感高まってきてますね。これつまりもう、沖縄の基地がやられた時のことまで想定してるということですね。そういうことを前提に、だからどういうふうにこの連携していくのかっていうことをやっているっていう、すごい動きです。これいや本当大変なんで。でも今の話聞いてると、やっぱりその日本の自衛隊もですね、かつての旧海軍、旧陸軍と違って、そういうそのやられた場合のことまでちゃんと想定しているということになりますね。昔の旧海軍は、やられた時のことは想定しませんでしたからね。だからこれはやっぱりあれですよね、米軍はやっぱりね、戦闘集団なんで、そう、米軍はアメリカ考えるので常にね、やられた時には交渉、戦闘になった時にはやられる可能性もあるだろう、アメリカは考えるんですね、とか日本はもうそれがなかったんで、敗因の一つですよね、ダメな時のことを考えないという、これは日本人だいたい日本人はそういうところあるんですけど、政治にしても何でもね、いざという時のことはあんまり考えない、最悪のことは常に考えないというね、だから福島の原発でもね、ロボットを入れようかというそういう話もで結局立ち消えになったらそれなんでね、最悪のことは考えないということでね、ところが今回やっぱりさすがにアメリカ軍との連携で、そういうことまで考えて想定しているということですね。そういうことまでやっているというのは相当、
をこれだから突っ込んでやってるなっていう感じで、とにかく自衛あの尖閣も含めた東シナ海での訓練のレベルがもうどん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 上がってきているし、最初沖縄だけだったのに宮崎、佐世保、岩国で、まあ、あの青森、三沢ですね、もうどん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 このレベル上がってきているので、宮崎、ニュータボルもそうなんですが、はい、鹿児島にはね、鹿屋基地があるんですけどね、はいはい、あこも相当広いんで、はい、これも、アメリカ軍は使えますけどね、はい、使ったらいいと思うんですけどね。はい、あとね、この、まあ、奄美にも陸地出てきて今やってますし、うん、はい、まあ、負島とかもね、動くということになってきてますし、まあ、だから確実にこの南西諸島台湾防衛に向けてのシフトと実践的な訓練を日米連携、まあ、これに、まあ、まあ、いやね、イギリス軍とかフランス軍とかドイツ軍も加わってきてますけども、オーストラリア軍とか、かなりやってますよね。はい、この辺の動きもっとなんか日本のメディア報じてくれるとね、いいのに。そうですね、はい、全部ね、全体の姿勢としては、はい、では百田さんいかがでしょう。続いて私、はい、そうにお選びいただきますので、参りましょう。ほらね、これね、後で、ね、海洋特集でまたしっかりやるんでしょうけど、はい、まあ、せっかくさっき私、はい、ウイグルの話したんでね、その19番をちょっとだけ19、はい、こちら、はい、わ、はい、かりました。よいしょ、この番がいいですね。アメリカ北京五輪ボイコットも選択肢という、こちら続けて深入り参りましょう。 NHK の報道によりますと、人権問題をめぐる米中の対立が深まる中、アメリカ国務省の報道官は来年冬の北京オリンピックを同盟国とともにボイコットする選択肢も排除しないという考えを示しました。この件に関して作家の百田尚樹氏は10日自身のツイッターでこのようにつぶやかれております。以下原文通りです。拡散希望、今欧米諸国に北京五輪のボイコットや不参加の流れが出てきている。焦った中国は日本がそれに乗らないようにするはず。彼らがまず考えるのはテレビやネットでコメンテーターや学者に北京五輪参加の正当性をアピールさせること。今後北京五輪を擁護する人を見たら要注意。百田さん要注意、要注意。この顔見たら百刀番みたいにおっしゃらないでくださいよ。もう要注意。まあ、これね、後で今日の海洋特集でね、はい、まあ、やってもらいますけど、はい、まあ、すでにもうカナダがもう実質的にほとんどボイコットのような宣言してますね。それからさらにこうそれについてこう EU がですね、はい、やはりこの今 そのウイグルをね、その人権侵害を改めない限りはもうボイコットという流れになってます、はい、ただ もしかしたらこの欧米は全くこう北京五輪に参加しないというのはそういう今流れになってきてますが、そうなってくると中国はですね、はい、焦ります。おそらく中国はもういろんなところでこう、まあ、働きかけてなんとかその流れを阻止しようとするんですが、まあ、中国としては一番簡単なのが日本ですよ。とにかくまず日本を、自分たちに引き入れようと、はい、日本も欧米と同じようにこうボイコットなんかならんようにと、うん、でその時におそらくいろんな工作をします、でその工作に、乗ってか乗らんかとは知りません。おそらく今後テレビとかネットとで、はい、コメンテーターとか学者とか元政治家とかいう連中がですね、いやいや、オリンピックは平和の祭典だから、政治とオリンピックは関係ないから、北京五輪には日本は参加すべきだというようなことを言うてくる、はい、人が続々と出ると私は、見てます。今現在もすでに出ているんじゃないですか。何名かの方で、はい、何か出てます。でこの間そのある女性がですね、国際政治学者やってこう自称している女性がですね、ツイッター上で有本薫さんと喧嘩してましたけどね、三浦瑠麗さんですね、知りませんよ、名前はね。で、ほんで、まあ、有本薫さんがもう非常に、まあ、絶望するとこ言うたらですね、あなたはそのモスクワ五輪の時の西側のソ連のアフガン侵攻に対してね、はい、抗議して、ボイコットしたそういう歴史も知らないのかと言ったら、ほんならもうその自称国際政治学者がですね、アフガン戦争と内政とは別やろうみたいなことを言うたんですね。つまりウイグルの あの人権蹂躙の内政だとおっしゃるんですか。内政と言ったんです。内政問題、はい、これだからこれね、中国はずっとこれ内政問題言うてる。中国はね、つまりこんな人権侵害あるのかと、これ人道に戻る問題やろって言うたら、内政に絡む言うなと、
うちの国内問題、内政に関してお前ら言うないとか、これ中国の言い分ですよね。だこれをすで、にもう日本 の、 その、うん、国際政治学者という人は、これ内政問題やからと言うて、もう中国のプロパガンダかと、中国の スポークスマンかというようなことですね。でもこれがね、今後どんどん出ますよ、そういう人が、うん、続々とですか。そうです、うん、今後どんどん出ます、はい、出たら要注意、はい、そういう意味でのつぶやきですよね、はい、やったさん、はいはい、江崎さんはいかがでしょうか。いや本当その通りだと思います、うん、やっぱりあのなんか世界的にですね、まあ、人間の安全保障、まあ、これ国際政治学者ならみんな知ってる話ですけど、人間の安全保障といってですね、やっぱりこの政府が人権弾圧やですね、いろんなこの弾圧をしたことに対しては、やっぱり内政干渉ということではなくて、やっぱり先週、まあ以来ね、国際協力の中で人権侵害というものに対して圧力を加えていく中で、あのこのね、この国民を守っていく、人道的に対応していくということをすべきだというのが国際政治学の基本的な流れなんです、内政干渉とは別の話ですよねという議論が繰り返し見ると国際政治学の基本的な流れなんですね、多分ご存知ないんでしょうけども、はい、しかもウイグルは、はい、あれもともと違う国ですからね、はい、東トルキスタンですよね、はい、そのはずですよね、ただややこしいのは、はい、あの東トルキスタンとして、はい、国家として、ま、あの安定できてなかったというところもあるんですけど、はい、でも実際には中国じゃないんです、はい、全然違うんです、はい、だからそれを勝手に中国はもうソ連との密約みたいな形で、はい、国家うち取るね言うて、はい、取った国なんですよ、だからもともとは違う国なんです、はいはい、それをね、いわゆる民族浄化ということでもう収容所に放り込む、強制労働させる、挙句の果てはその不妊手術を何百万人と女性に不妊手術をする、そして、臓器、生きたまま臓器を取るとかね、もうそんなことしてる、これをね、内政問題にぐちゃぐちゃ言うなっていうな、はい、本当にね、内政問題のことを言うならば、いやだったらですね、あの靖国の問題や尖閣に対する内政干渉じゃなくて、主権侵害をやってることに対しては、ね、その100倍ぐらいですね、言うべきですよね、北京に対して、はい、それが本来でしょう、あのだって本当に内政なんだから、だからいや、じゃあ靖国の問題に関してガタガタ言ったに対してそんなのふざけんなと、内政干渉で言えるなっていうふうに、いや言ってくれるなら僕は筋が通ると思いますけど。そうなんですよね、はい、だから靖国に関してもね、はい、中国がガンガン言うてくるんで、はい、ある有名な元政治家はですね、はい、まあ、私のことをおっさんとか言うわけのわからないやつがおるんですけど、はい、この元政治家はですね、はい、いやいやもう中国とか韓国にぐちゃって言われんように、はい、靖国と別な施設を作るやないかとね、はい、もうこんなこと言ってるやつおるんですよね、はい、もう本当にもうなんかね、だからまあ、もう あれですよ、あの永田町の中ってもうぐだぐだなんで、だからごく一部の人たちだけが奮闘しているだけで、はい、他は本当になんかそういうことちゃんと考えてない人多いですよね、はい、局ですね、はいはい、では続いてのニュース、江崎さんいかがいたしましょう。あのいい話、はい、16番いい話、はい、いいね、はい、そうですね、はい、いい話、はいはい、こちら参りましょう、うん、ユダヤ人救った樋口中将銅像建立委員会設立と、おお、そうですか、はい、こちらのニュース続けて深入り参りましょう。産経新聞の記事によりますと、第二次世界大戦直前、ナチスドイツの迫害からユダヤ人を救った陸軍中将樋口喜一郎の功績を顕彰する銅像を、樋口喜一郎の出身地兵庫県南淡路市などに建立する計画が進んでいます。12日までに孫にあたる明治学院大学名誉教授の樋口隆一氏を